明けましておめでとうございます。ただ今から餅作りを始めたいと思います。こちらが昨日からつけといたもち米です。多分10時間ぐらいつけてあると思います。今年はもう少し喋れるように頑張りたいと思います。このもち米はどこのかよく分かりませんが、とりあえず作っていきます。そしてこれが毎年使っている餅つき機、1年に 1,2 回しか多分使ってないかな。そしてこちらが暴れん坊の小次郎くんです。この野郎、夜中もバタバタ暴れまくりやがって、この野郎。そしてこちらが食いしん坊の武蔵くんです。そして1年に1回しか使っていないので使い方がよく分かりません。確かこねくり棒を1個つけるだけでよかったんだよね、そうそう、これだけだね。ではやってきます。じゃあ500入れてください。2020年コーヒーを入れ始めたいと思います。モグラの穴すっげえな。モグラ叩きできますよ。富士山が綺麗です。わあ、寒いな。でも去年より寒くないのかな。霜も落ちてないからね。そして明けましておめでとうございます。